いやー、ドイツだとか、コスタリカとか、なんかね、スペインですか、サッカーとか浮かれてる場合じゃないですよ。サッカー、サッカーって国民がね、騒いでるからこそ、こんな事実がなかなか報道されないわけですよ。まあ、二階幹事長、元幹事長ですけども、20年で50億円を濡れてに合わ状態ですよ。まあ、二階さんがね、 このお金でどんなエッチなことをしていたのかもう想像に難くないんですけども、ガーシーもこの辺を暴露してほしいなと思います。まさにね、国会議員としてガーシーは欠かせない存在、つまり国会議員の、そして芸能界の裏事情をね、バッカバッカ明かしてくれるんではないかなと思うんですよ。芸能界にいる、まあね、有名な女優、タレント、アイドルさんを政治家がこうやってね、金で、そして権力で蹂躙している図ってのは完全に浮かぶところだと思いますんで、ガーシーのようなね、その業界通が あの、議員の先生に、なんとかなんとかちゃんは買われていったで、みたいなね、めくっていただきたいと思います。まあ、二階さんのこのね、面、もう見飽きたというほど見飽きたんですけども、この方がですね、こんなおじいちゃんがね、50億円を人の金、自分で稼いだ金じゃないですよ。人の金を横領して、20年間で50億円、使い放題ですよ。緊急事態ですよ、これは。ねえ。 サッカーとか見ている人が多いからこういうことがまかり通っちゃうんですよね。まさに 3S 計画ですか ?GHQ の。これが未だに実現してるのは一体どういうことなんでしょうかってことです。 いや、一通りね、私の毒を吐いたところで、11月27日の記事に戻っていきましょう。テレビ朝日系で中継されたサッカーワールドカップコスタリカ戦の平均視聴率は42.9%で、23日に NHK で放送されたドイツ戦が35.3%。まあこれを上回ったわけなんですけども、2022年に放送された番組で最高の数字を叩き出したわけですけども、最高の巨額な数字を叩き出したのは、このブルドックみたいな人ですよね。いやー。 政治から政治家個人にわたる政策活動費。これは使い道を明らかにしなくていい。要するに、もう報告の必要もなくて、どうぞ自由に使ってくださいと。愛人に使おうと。う別荘を建てようと。献金を送って人の心を動かそうと。買収書と自由ですよというね、政治献金です。領収書がいらないということですよね。私たちは事業活動する中で、もしかね、 暮らしをする中で確定申告にはどんな領収書も付けることが義務付けられていますけども、それをね、支持する方は領収書がいらない政治資金だとかね、ふざけるなってことだと思いますよ。ね。この人の稼いだ金じゃないですよ。ね。二階幹事長が稼いだお金じゃないですよ。この人は公僕ですから、単なる作業を命じられてそこに給料が使われてるだけなんですよ。で、その公僕としてやる作業の中に大きなお金を使ってくださいよ。 っていう風なことが使われてるだけなんですけども、でもそれをね、私利私欲のために使ってここまで来てるのがこの人ですよね。まあ、例えば、うちの事業にいくらいくら割いてくれませんかってお願いしに行って、気に入らなければお前の言うことは聞かないよ、お前の予算なんか削ってやるよっていう風な形で、えー、もしかしたらね、パワハラしてるのかもしれませんし、おい、おいしい思いさせてやるんだからそれなりに、な、わかるでしょみたいな感じで、黄金色のモナカとかね、黄金色のアービーを要求したのかもしれません。 いや、本当にひどい話ですよね。もう俺の目の前に出てこいよみたいな感じだったですけど、もう本当にね。<laughs> たまにはね、やっぱり国民も暴力で訴えかけないといけないところがあるんじゃないかなと思います。なぜなら、暴力よりも強い暴力で私は住人されてるからなんですよ。で、ここにこう書いてますよね。2016年8月から2021年9月までの自民党幹事長時代に約47億7000万円で、1回あたり30万から7210万円がおよそ160回にわたって支出されていたと。 でも、その活動の費用の報告は必要ないですよ、と。ね。政策活動費だけではないと。現在、憲法改正をめぐり、衆院憲法審査委員会で、大規模災害やテロなどの緊急事態における国会議員の任期延長について議論が行われています、と。も、ま、う、あ、国会議員が長くいればね、国会議員としての仕事じゃなくて、その権力を守るための私利私欲の仕事が多くなってくるんで、本当に困ったもんですよ。ね。だって公明党の代表だってずっと変わってないでしょ。美味しいからですよ。 で、他の人材が育たないのもあるかもしれませんけども、それから他のお日本維新の会もね、もう完全に国民の方向向いてると思えないわけですよ。これ盗賊集団ですからね、自民党も当然そうですけども。それから立憲民主党も、これ与党になったら仕事しないといけないんで、ずーっと万年野党に甘んじていて、もうそれでいいやと思ってるんですよ。うん、立憲民主党も当然腐ってますからね、人間一人一人が腐ってますんで、よくこれで街歩けるなと思うわけですよ。で、私たちは、 愚かなことにワールドカップで盛り上がっていてね、えー、普段サッカーのファンでもない人がファッサッカーよかったねみたいな感じになっているとその隙をついて私たちは私たちを苦しめるべき法案というのを見過ごしているわけなんですよねやっぱりこれはね私たちもね目を覚まさないといけないんじゃないかなと思いますまあ目を覚ましたところで二度寝するんですけどね、はい、じゃあ以上でございます